初詣&厄払い、イエーイ、明けましておめでとう、明けましておめでとう、イエーイなのこれこの3名翻訳なんで、イエーイ、呪われるぞ、大丈夫か、大丈夫か、で、俺は別に何もない。いや、たつきは、おっさんだから、ちょうど。たつきは、12個差で役の仕事。12個差クソじじいじゃねえよ。一周しちゃったぞ。まあ、役払いと、ご祈願ですね。そうだね。よろしくお願いします。たぶん、役払いの本当にダメな方がいいよ、翻訳は。まあ、マジやばいから。そうらしいね。でも、今まで、ガチやばいから。来ました。見た、この階段上がるとね、ここ、花園神社ってとこだったけどね。あのね、厄払い中は映せないから今頑張って喋ってるみんな鳥居は真ん中通っちゃダメだから、ね、そうなんだよね。 あれ神様通り道だからね。で、これあの厄払い兼ねてんのに恭平が来れなくなってるってことは、うん、本格的に呪われてるっすね。いやあいつやばい、諸説あるって。もうそう、あの厄払い体調崩してるんで、ね、うん、彼は厄払い行かせないようにお化けにやられてるそう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 、諸説マジとマジあるよ、濃厚だよ、濃厚濃厚すぎて、めったに風邪ひかんだよ、だってこんなタイムリーにボーンって今日、マジ久々に見たもん、あいつが風邪ひいてるとやばいよね、マジで。 R1 飲み続けて全く風邪ひかなかったからさこのタイミング、ね、しっかり俺らもやってもらおう。まあ俺らはね、お払いしましょうか。そう、しっかりしましょう。はい、そういうの悪いの引っかからないように。はい、はい、まあみんなリスナーさんも心配してるもんで。そうですね、そうですね、行きましょう。えい、行きましょう。ナイスさんめん、お笑い終わりました。えい、終わりました、無事無事。まあなんか体が軽くなった気がする。ね、ほんとそう、やっぱり翻訳だから。そう、上半身がね、わかるし。俺も去年翻訳で、終わったとめっちゃ軽い。そう、俺めっちゃ軽かった。なんか俺もわかる、その感じ、うん、多分ね、こういうのはガチなんです。そう、マジマジ結構ガチなんだなって思う。ガチよね、でもそりゃ軽いね、軽いよね。これパチだったらもうこんな長く続いてないでしょ。間違いない、間違いない、続いてんだ。どっかしらでね、炎上してるし、間違いない。いろいろありましたね。そうですね、ちょっとガキつかみたいになってました、ね、笑ってはいけない、笑ってはいけない要素あったで、まあね、まずなんか俺が神聖なやつ着せられて、それでもうみんなもうつぼり始めて、そう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 、バカ殿みたいに見えてるで、一応代表としてこうなんか前で名前とか呼ばれたりしてて、あ、なんかそれも本名じゃなくてなぜか俺だけ正義だけになって、そう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 、みんなつぼり始めて正義殿そんな感じで、はい、無事お祓いとご祈願終わりました。終わりました、はい、1年間僕たち最強です。はい、最強でございます。不死身です。はい、まあ、ちょっとね、翻訳で、はい、本日のって舐め腐ってるやつがいるんでね、ちょっと、はい、まだ僕今年おみくじ引いてなかった。あ、今年運勢を。ちなみにどうだった？俺、大吉だったよ。おお、俺吉。まあ、ちな俺、はい、大吉。あ、大吉ね。はい、ってことで、じゃあ気になる僕の結果です。はい、じゃあ、お前行こう。はい、引け引け引け。大吉。おお、願い事思うようになりますが気を緩めてはいけませんと。ああ、気を緩めるな、だから。はい、で、あとは待ち人ってこれ恋人のこと？いや、まあまあそういうことかな。早く来るでしょう。おお、無理無理無理、早く来て早く去るよ一番大事は商売ですよ。ああ商売うまくいくでしょう、騒ぐのはいけません。そうだ騒いだ騒いだまあ俺だけ役年とかないんで、はいはいはい、おっさんいけ、いけよ、実力でしょ。ああ、実力、実力、今年もゾルだけ輝けるかってことです。これ大体大吉が多くなってんの、結局。ああ、そうね、ああ、末吉、末吉。おー、めし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 、末吉、なんか暗く書いてる、末吉、一番見ましょ、末吉かしら。ポータル、いいこと書いてね。やばいよ、正解や、やばいよ、たつきさん、マジ書いてないんで。次が今日だ、うん、あ、そうなの。頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、あ、感じでいっちゃうと、はい、頑張ったろ。京平さんはいないよ、いっちゃ残念だよ。あいつも大京です、あいつも大京、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 あいつ拝命しよう、大京平、大京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 、はい、レクチャーしてます、正義や。知らんやつ。神聖なるお水ね。これやばい、手やばい、手高いです。手やばい。グッドハンガー。釈迦でーす。お前、なんつった今お前。釈迦でーす。力がみなぎれてる。
イエーイ。いやこれ、フカヒレとウニのスープやつ。これはマジか。ウニスープだと思ってたら、まさかのフカさんもいたから。いや、フカいるよ。うん。これやばいね。これだけに店出せる。あ、余裕で。めっちゃうまい。これを漢字二文字でなんて言うの、あつ森。じゃあこれを漢字二文字で言うと、二文字で言うと。もう食べてる。じゃあ、これなんで酔ってきた？隣に酔ってる人いる。ってことで、美味しそうなお肉。いただきます。やわらかっ、香りいいよ。香りもいいし、めちゃめちゃ柔らかい。しいたけとしんたけと美味しいよ。うめっ、うめんや。肉と野菜のコンビネーションすごい。うん、めちゃめちゃうまいね、これ。うまい。あ、でもここまでうまいよ、久々に食ったら。なんか素晴らしい。うん、お肉が柔らかいね、本当に。白米欲しい。めちゃめちゃ白米。食レポね。具材ないから、あいつの食レポ。ないから食べるの。美味しいだけ。真ん中のやつ一番食レポやな。間違いない、間違いない。一番うまいから、バカじゃん。ほんと口だけ。うん。バルーン。最初、いただきます。めっちゃうまい。ちょっとパパのちょっと持ってかるから。パパ。違う、レベル高すぎて、なんか俺らむずい。むずむずレポート力高いね。でも俺ら駄菓子屋のレポは多分超うまいよな。ああ、そう、食い慣れてるから。そう、そういうレベルのやつだったらうまいわ。そう、確かに。サイゼリアだったら超うまい。あ、むずい。サイゼリア一番辛味チキンとか一番最高。このボロネーゼの風味がたまりません。これ何、これ。これ多分ね、黄色いカブ。黄色いカブ。え、多分カブで。マジでパプリカでしょ、絶対カブだから。絶対カブだから。いい、あざます。うわ、ほんとだ。これブラジル限定。逆だな、めっちゃ日本と逆。これ俺、紫色のカブ。これどこ限定だろう。これはあのパパニューギニア。絶対そう。もう パパニューギニア、もう 100% の自信を持っているパパニューギニアです、これ。紫って言ったら大体パパニューギニアだよ。マジで、マジで。これどこかだろうね。これ食ってみるよ。食わないと分かんない。食えばどこの国か分かんない。緑あれだ。イングランドの首都。お前けどこだ。イングランドの首都。イギリスの首都。イギリスだ。ちょっともうバカすぎる、バカすぎる。もうやだ、恥ずかしい。イギリスの首都は UAE で。もう無理。もう一緒に動画撮りたくない。恥ずかしい。こんな学力のない人と動画撮るのやだ。リアルに貴族並みの人しか来てねえ。やべえ、この色味いるやついなかった店に。うん、あんな、あの人とチャーハンの血が合体してるわ、これ。これすごい。あんの、あと、チャーハンの血で。やばい。やばいな。これも革命できる。略して。あちゃ。いや、何今の。これでもさ、みんなに教えたくないから、店の名前言うのやめよう。うん、そうだね。うん。探して。探せ。はい。シャトモドの。俺の解剖も、この世の全てを置いてきた。ちゃんとやれよ、お前。おぉ。今年はツッコミ頑張んだもんね。おぉ。じゃあ俺今日あと8回ボケるわ。本当に疲れる。ブロッコリーがね、もうブロッコリーだけ残しといた。俺ブロッコリー食ったらじゃん。他にある。今のじゃないよな。今のマックじゃないな。うまっ、これ何のかじってんの。来た。いや、まだ。あ、これだ、これだ。舌触りがいい。釣りやするぞ。おー、このとろみあるね、見て。このトロッとしてるし、これトロッと。見えねえ、片栗粉かな。片栗粉。ロシアだ。ちゃんと喋る。ロシア間違いなく中国の料理なんだけど。うめ。今の、てこだった。
まあまあ徐々に徐々に。なんて言った、まあ、引退でいいですか、ツッコミ引退頑張りましょう。